どうもカマスです。今日は前回紹介したこちらモレリアネオ3ベータとこちらモレリアネオ3を、引き比べしていきたいと思います。まず価格はこちらモレリアネオ3ベータが 28,600円で、こちらモレリアネオ3が 23,100円です。モレリアネオ3とベータの、比較なんですけども、共に片足それぞれ 200g で、ハニカム構造を採用し、前作よりも 5g の軽量化に成功したアウトソール、カンガルーレザーの前足部のアッパーは共に共通していて、ヒール構造は共に、内側にクッション素材が備え付けられており、足かかとへの干渉を和らげてくれます。逆に相違点はこちらネオ3が後部分にシュータンがあり、ベータはそこがニット素材になっています。また中足部の素材がネオ3とベータでは違って、こちらネオ3がマイクロファイバーの人工皮革のビアフットレザーを使用しているのに対して、こちらベータでは伸縮性のある合成皮革ベータメッシュが採用されています。なのでネオ3とベータでは甲や中足部のフィット感や終端のあるなし、当たる感覚が違うのが大きいかなというふうに思います。また履き口周りはベータが甲部分の延長のニットが使われているのに対して、ネオ3では若干硬い素材になっているので、こちらも足の当たる感覚が若干違うんじゃないかなというふうに思います。
てみた感じ、まあ、それぞれ収束部の素材が違うため、ネオ3は柔らかく、まあ、しなやかなんですけども、それが逆に緩く感じてしまうかなという部分は多少ありました。